リーグオブレジェンド基礎知識講座へようこそ。ターゲット。タワーは連城の要塞であり、その強力な追尾攻撃で近づく敵ユニットを撃退します。3機のタワーを破壊していくことで、そのレーンを攻略し敵の本拠地に近づくことができます。タワーは射程範囲内に侵入してきた敵ユニットを攻撃します。ミニオンがいる場合はミニオンを優先的に攻撃しますが、ミニオンがいない場合はチャンピオンを攻撃します。敵のタワーを破壊するためには自分のミニオンを盾にして接近し攻撃することが肝心です。その他、自分のタワーの攻撃範囲を安全地帯として利用することもできます。インヒビターはタワーに守られており、インヒビターを破壊するにはまず防衛するタワーを破壊する必要があります。敵のインヒビターを破壊すると味方にスーパーミニオンが出現するようになります。リーグオブレジェンドではタワーを破壊し、相手の本拠地にあるネクサスを破壊したチームが勝者となります。